八王子市領南海間爆破事件とは、1990年10月9日に、東京都八王子市で発生した爆弾テロ事件。日本の新左翼の川老協会法派が起こした事件である。往年の旧東浅川駅標的となった両南海間は、地元の八王子市の公民館で、元は国鉄中央本線の東浅川駅であった。東駅は、 大正天皇の体操列車用の臨時駅として開設された皇室専用の駅で社殿作りの駅舎であった。皇室の玉御両参拝に自動車を利用することが多くなったため、1960年に廃止され、1962年に国鉄から八王子市に払い下げられ、両南海間という公民館となった。 平成2改元後の1990年11月12日、第125大天皇上皇、秋人の即位の礼が挙行されることになった。震災を区派は、即位に反対すべく、日本各地で、テロ事件を続発させていた。1990年10月9日、両南海岸の西側勝手口付近で突如、爆発音とともに、火の手が上がった。火は、 1> 約1時間後に消し止められたが、両南海間の大半を消失し、付近の民家の窓ガラスが割れるなどの被害が出た。幸いにも死傷者はなかった。その後の現場検証で、消火器爆弾と次元式発火装置の残骸が発見されたため、警視庁公安部は震災翼による爆弾テロ事件と断定した。10月13日、川老協会放派の革命軍の名で、 犯行声明が各報道機関に郵送された。従来、審査翼の皇室テロの対象は、国有財産法上の皇室用財産など、皇室関連施設、天皇や皇族を祭神とする神社など、現在も何らかの形で皇室に関わりのある施設が主であった。ところが、本事件のように、過去の皇室関連施設も標的となったことで、 警備対象は一気に拡大することとなった。なお、恩師公園の名を持つ上野公園や、浜ま宮、恩師財団再生会など、過去に皇室に関わりのある施設は膨大に存在する。そのため、公安警察の警備体制の抜本的再検討が迫られた。ありがとうございます。